さあ始まりました。勝手に WJBL ニュース。新シーズン飛躍しそうな選手や、個人的に注目してほしいといった選手を紹介していくシリーズ、第7弾です。それでは早速始めたいと思います。まず最初に見ていくのは、富士通レッドウェーブ。昨シーズン補強に成功し、注目を集めたシーズンでしたが、レギュラーシーズンでは調子が上がらなかったものの、プレイオフにしっかり合わせ、久しぶりにファイナルに進みました。優勝こそできなかったものの、苦しんでいたプレイオフの壁を破り、女王奪還に向けて注目される新シーズンになると思います。そんな富士通で個人的に今回注目したい選手は、赤木里穂選手です。新シーズンで2年目となる赤木選手ですが、ルーキーイヤーだった昨シーズンはなかなかプレイタイムがもらえず、ベンチで戦況を見守ることが多かったです。大学4年の時にはインカレの MVP に輝き、5月に行われたフレッシュオールスターでも MVP に輝くなど能力は非常に高く、ダブルリーグでも活躍できる能力を持っている選手。篠崎選手が引退し、ポジションが一つ空いたチームにおいて、移籍選手としてエラ選手を獲得したものの、赤木選手にとってもチャンスでもあると思います。テクニックに優れ、視野も広い選手なので、十分に争いに入っていける選手ですし、富士通としても競争によってチームとしてもレベルアップできるチャンスでもあるので、そういった意味でも赤木選手がどれだけポジション争いに割っていけるのかは重要だと思います。続いて見ていくチームは、トヨタ自動車アンテロープス。皇后杯では富士通に敗れ、苦しんだ時期もありましたが、それでも前を向き戦い続け、プレーオフではトヨタ自動車らしいバスケットを展開し、2連覇を達成。3連覇を目指す新シーズンでは、大賀さんがヘッドコーチに就任し、注目を集めています。そんなトヨタ自動車で個人的に今回注目したい選手は、梅木千夏選手です。新シーズンで移籍2年目となる梅木選手ですが、移籍1年目だった昨シーズンは、選手層が厚いこともあって、なかなかプレイタイムという面では伸びてきませんでした。さらにシーズン終盤に怪我をしてしまって、本人にとっては不完全燃焼でもあったと思います。もともとルーキーイヤーにいきなり3ポイント1位に輝くなど、シュート力のある選手で、気持ちが強く、チームを引っ張っていく力もあります。三好選手が引退し、ポジションが一つ空いたことは、梅木選手にとってもチャンスですし、シュート力のある梅木選手は、フィットしやすい選手でもあると思います。もちろんチーム内の競争は激しいと思いますが、新シーズンはさらにレベルアップした姿を見せてくれると思います。ということで、今回は富士通レッドウェーブと、トヨタ自動車アンテロープスを見ていきました。お互いのチームが主力選手の引退などで新シーズンどうなるのか注目されています。その空いたポジションをどの選手が掴み取るのか、ぜひ注目してください。それでは今回はこの辺りで終わろうと思います。動画を見ていただきありがとうございました。次回以降の勝手に WJBL ニュースもよろしくお願いします。